これもうワイパー当たり前になってきてるやん。これワイパー常備やん。これさっきまでつけたり消したりしとったのがずっとつけてるよ。これどうしたんだい、えつじくん。実は雨に困ってるんですよ。なんとかならないでしょうか。そんなことは私のパワーできりっと晴れさせるよ。待ってな。はい、ということで晴れました。今回ですね、かなりのいい天気になりそうです。どうですか、この快晴。はい、これからね、ユダインターで、降りていって、これからですね、目的地どこ行くか忘れちゃったな。どこ行ったんだっけ。計算通り。計算通りだ。しばらく道なりです。じゃあね、ちょっとどんな旅が始まるか。非常に楽しみでございますので、ついにね、私越智の夏休み開始となります。来ました、十文字道の駅で。ここで、食材を、買いたいと思います。行ってみましょう。十文字はさくらんぼとかやると思います。うまそう。今日は仏沢公園にやってまいりました。ここは無料キャンプ場でございます。トイレと炊事場が向こうにあります。はい、で目の前にはなんとなんとか沼があります。釣りができるのかわかんないけど結構綺麗な、ね、水だと思います。でね、もうここすっごいふかふかなんですよ。なんかちゃんと整備されててすごくいいところ。しかも静かで、すごい静かなんだけど、ちょっと電波はちょっと微妙なので、ソフトバンクと au、 まあ通るには通るんですけど、電波が完全に立つわけではありませんね。一応、まあ、電話だったりとかネットはできます。今日はここでキャンプをしたいと思います。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。今日はですね、秋田県の、初日でございます。で、初日でね、ちょっとハイボール、飲みたいと思うんですが、なんだこれ。有名なのかわかんないんですけど、鳥海アイスっていうなんか、この氷があるんですけど、これをちょっとね、今アイスの中に入れてます。はい、じゃあちょっと食材紹介ですね、させていただきます。まぁ、ちょっとね、私はもう結婚して、ね、お金もね、こう、支出を減らさなくてはいけない、立場になりました。なので私はね、今日は極力食材控えて、買っております。じゃあまず食材ですね。牡蠣です。生牡蠣。さっきね、ちょっと、たんですけど、これをね、玉牡蠣、ちょっとうまく自立しないんですけど、こういう感じでいいか。これはね、値段いくらだったかな。あぶれ、400円か300円か、なんかそこら辺だったと思います。大体そんなもんですね。はい、まあ、氷ですね。ボリューミーアイス、なんか秋田の、ね、生命の源、保留味の名水。これですね。で、あとは、きりたんぽ。だまこ餅鍋の2、3人前分の鍋と、あとは、卵。2玉ですね。なんか2つ卵があるみたいで、まあこれ横手焼き用で作ろうかなと思って、でも2つ、ね、面白いからちょっと買ってみました。君の余韻っていう、なんかね、
これはちょっとお高い感じで美味しそうな卵だったんでちょっと買いました。これも横手用 であとはいぶりがっこですね。もう秋田来たらもう確実にこれは買わないとっていうね、いぶりがっこ。これ横手焼きそば、これでねちょっと作りたいなと思います。 B1 グランプリ、これでね、ちょっと焼きそば鉄板で作ろうかなと思います。